え、そいつやばいぞ。見える、いけるのが。俺だったらいける。ナイス、帰ってきた。よく帰ってきた。ライフラインちょっと落としかけたじゃねえ、落としたまではよかったけど、悲しいぜ。ありがとうございます。そう、そういうやつもいるかな。それ以外はいないかな。だから安心安全ですよ。え、大会マジマットマギー使いたいな本当に。いや、マギー行きてえな。マギーで行きてえな。絶対強いと思うんだよな。任せて。最近ね、プレマスダイヤぐらいまでだったらね、滅ぼせる。任せてちょ。そう、最近ね、覚えた。そう、倒す、やる、破壊する、滅ぼす。4段活用ぐらい。これ楽だわ。十分だね。これぐらいあっとけば、これぐらいバリエーション増やしておけば、まあ大体会話できるね。倒します？あれ破壊します？あれ滅ぼします？さあ、敵はいる、いない、いないな。ないじゃーん。じゃあここ行こうかな。エヴァ8強いけど距離がちょっと足りねえな。でもな、マスティフより俺好きなんだよな。なんか今降りてなかった。どうしてか。あ、来たー。もうちょい近づかないとダメだよな。火力出すんだったら。ちょっとそれをなんかもうちょい理解した状態でファイトできれば、また違いそうではある。でもモーザーに慣れちゃってるせいで、あんま良くないな。エヴァーチの時は結構接近した方がいいな。ほう。いいじゃん。目標は高く。でかく持った方がいい。ミスコあるよ。ミスコあるんだけど、G7 がないのが悲しいな。G7 ねえかな。キャラバン様、バラ10本いただきました。ありがとうございます。あと音も好きだわ。なんか売ってる感あるんだよな。めちゃくちゃ楽しいや。すごいなんか戦ってる感が好きだ。でもあんまり落ちていないんですよね。どうやったらいける？まず人を集める。ソロだと大変なんでね。まあいけなくはないけど。人脈。一緒に遊んでくれる人間を増やすのは一番手っ取り早いね。プレデター君だったら。いや、変わんないんだよね、腰打ちと ADS って。ただただなんか、近距離は腰打ちのがトラッキングしやすいから腰打ちにしてるかな。変わらないっていうね、モザンは。前はね、ADS だと絞れるっていう機能があったんだけど、今は違うっていう。変わらない。全部絞れてる、最強。純粋にそれかな。おお笑いっていうか、トラッキングできないから ADS キャンセルするしみたいな、外すしっていう。あ、持ってってあげよう。よいしょと。そうかいんだ。優しいって言われた。友達がいない？作るんよ。友達がないときは作るしかねえ。俺もね、いろんな人に声かけたよ。いや、そんなか。いや、声かけた気がするんだよな。で、意外と、いや、嘘。意外といけるって言うと思ったけど、なんか、まあ募集とかすりゃいいんじゃないの。俺の場合は、マジで、あれだね、まあ、それでもいいと思う、そう、本当にそういうこと、友達だよね、もう、とかでもいいんじゃないかな。
ちゃんとね、あげるよっつ。使っていいよっつ。俺たちもずっともだから。シールドバッテリーを発見。大丈夫。さ、行くわよ。なんかね、そうだね。なんか いつの間にやら遊べる人が増えてた。俺はちょっとね、珍しいパティンかも。あ、いるんか、オッケー。ああ、いいぜ。見た感じはいないな。配信お疲れ様です。あー、いなさそう。まあでも最初はやっぱ声かけた気がするな、俺ちゃんと。誰々と申しますっつって、今何々ですけど遊んでいただけませんかみたいな感じで声かけた気がする。うん。で、まあその時はだからもう、でもそうだね、なんか、エルスターシュンシュンって名前はかなり拾わせたから、逆にいいんですかって言われてたけど、俺もいいんすかって。いや、実際も落ちてないね、あんまり。あんまり落ちてない。いいぜ。お、あそこだ。あそこに敵がいるぞ。見て、了解。いいね。こっちにバックパックを発見。レベル2よ。倒すんですよ。それか、まあいない時間を狙う。残りの部隊は半分だけ。新しいギルドなんか生まれました。私のドリルからは誰も逃げられないぞ。あっちにゴブリブリがいるぜ。リロードする。フォロー。こんばんはー、配信お疲れ様です。そのマスティフうめえな。味方待て、落ち着け、みんなで行こう。え、そいつやばいぞ。C だね、そいつ。ちょっと強すぎるね。全部2パンじゃん。こんばんは。今日も頑張りましょう。何時ぐらい？朝、深夜ぐらい。このあたり。いいね。まあ、マギーゲートですね。こんばんは。リピーターは、まあまあまあだな。いや。これあれだ、オートセンチネルだ、これ多分、まあ、パーン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 って撃つ気がする。もう次のリングに入ってる。いい子だマギー。あっちにレプリケーター、まだ満タンだぜおめえら。ちょっと危ない匂いがする。気をつけた方がいいかもしれない。うん、ちょっと今センチネルの音やばかった気がする。明日すごい大会、大きな大会、ん？明日すごい大きな大会なんですかね。そうなんですよ。びっくり。なんで俺なんて言っちゃっていいんですかね。来シーズンバレキリー人気出ますかね。出るんじゃないか。俺多分出ると思うぞ。面白そうじゃない。なおなお様、320パチャありがとうございます。そう、楽天カップ、びっくり。もうシミュレーションできてるわ。全員破壊しよう。意外と難しい。回復中だ。そう、いつの間にやら俺も呼ばれるぐらいになってたんだね。知らなかったわ、自分というものを。
自分という存在を知らなかったわ。こんばんはーす。マギー破壊です。頑張ります。うおあ、これ俺間に合わねえわ。多分。いや、いけるか、ギリギリ。ギリギリいけるかな。いや、間に合わねえ気がする。いや、いける。見える。いけるのが。俺だったらいける。あ、いける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 。さすがにいけるわ。言ってるだろ。私は愛を大事にする人間なんだよ。もう一直線に行けばいける。諦めんな、俺。もう変な寄り道しなければいける。よーし。よしよしよし。こんばんは。配信、お疲れ様です。プレイの指導移動依頼はめっちゃ来るよ。だから、ちょくちょくやってるね。動画にします、つって。動画にしますけどいいですか、つってやってる。口を大きく開けな。ドリルで治療してやる。リング閉鎖中。何こいつ、なかなかいい反応すんな。核入れてやろうと思ったのに。200ぐらいまで届くんだよな、確か。必要ならヘルスドローンを使いな。残された部隊は2つだけ。倒してなかったな。今の俺行ったと思ったんだけど。レバー拾われたね。どうしてまだ入ってんだよな。あと1枚どこだ。あそこに1枚エルスター持ってんな。倒せなかった、惜しい。あのゴキブリのシールドを割った。シールドをリチャージ。やばいよな、削った後は絶対敵隠れるからね。超強いよ。ドリル発射、リロードする。動きやすさもあるよな、マジで。ああ、人を殺してると時間があっという間に経っちまうな。ほら、誕生日プレゼントよ。ただね、YouTube に動画上がってます。いや、俺たち展開しすぎだな。さすがに。あっという間に。ナイス、帰ってきた。よく帰ってきた。ナーイスー完璧すぎる。 G7 ドリルが強すぎる。つねー、やべー、マジで強すぎる。なんだこれ、安定感よ。エルシュンさんはリニア使わないね。やりづらくてな、リニア本当に難しい。いやー、素晴らしい。
ナイチャーン勝てますね。いやあれだよな、あの岩裏に隠れさせてからが強すぎんだよな、マジで。安定感の鬼。うわー、見えてきてしまっている。まずい、終わる。グーティー様、ヤフミッツありがとうございます。ナイちゃんです、ありがとうございます。チビスケ様、これは GG バッグですね、10個いただきました、ありがとうございます。あ、ごめん、間違えた、見間違えたわ。こんばんは、配信お疲れ様です。普通に間違えましたね、申し訳ない。